エルハイダダにはアルバニアシュコドラ出身の歌手である。2009年にアルバニア版スターアカデミーで優勝。2012年にはトップフェストで優勝。同じ年に音楽オーディション番組ザ・ボイスのイタリア版ボイス・オブ・イタリーに出場し視聴者秒の70%以上を獲得して優勝した。2014年12月にはアルバニアの音楽番組 フェスティバリー・ケンゲスで、ジエルを歌って、優勝を果たし、ユーロビジョンソングコンテスト2015のアルバニア代表に選出された。ユーロビジョンソングコンテスト2015は2015年5月に、オーストリアウィーンで開催される。1993年2月17日に、アルバニア北部の都市、シュコドラに生まれ、6歳からピアノを習い始める。2008年に、音楽番組、 剣がマジケに出場し、フィオラ・イ・ファンディットを歌ったのが、テレビメディアへの初の露出であった。2009年には、アルバニア版、スター・アカデミーに出場し優勝する。その後2011年には、モンテネグロの音楽祭、スンチャネスカレに出場して、SI ・エイエズンジャヒアを歌い年少者部門で優勝する。同じ2011年には、ルーマニアとブルガリアの音楽祭で、それぞれ優勝、また、 アルバニアの音楽祭、フェスティバリーケンゲスに出場し、ミヘラビジェットを歌う。2012年には、音楽レーベルスリードツミュージックアルバニアにて、楽曲 s j m を制作、トップフェストに出場し、優勝を果たす。国際的なキャリア形成を目指して、バルカン諸国の多くの音楽祭に出場を続けたが、イタリア・ローマで行われる。 ボイスオブイタリーに出場するために、イタリアに一時的に移住する。最初のブラインドオーディションでは、ジェシー・ジェイのマンマ・ノーズ・ベストを大審査員や視聴者から高い評価を受けた。その後決勝まで勝ち進み、2013年5月の決勝では、ララ・ファビアンのアダージョを対、視聴者病の70%超を獲得し、優勝を果たした。二千十四年、 翌年のユーロビジョンソングコンテストのアルバニア代表を目指し、同代表選考を兼ねるアルバニアの音楽祭、フェスティバリーケンゲスに出場する。12月27日に行われた同大会の決勝で、ジェルを大優勝者に選出され、ユーロビジョンソングコンテスト2015のアルバニア代表となることが決まった。ありがとうございます。